アントニオ・フローロ・フローレスは、イタリア・カンパニア州ナポリ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW。SSC ・ナポリにて、プロキャリアをスタートし、2001年1月の AS ・ローマ戦にて、セリエ A デビューを果たす。2004年に、財政状況の悪化していたセリエ B のペルージャ・カルチョへ、移籍。クラブが破産すると、AC ・アレッツォへ移籍した。 アレッツォで得点源として活躍したが、2006から07シーズンにセリエ C1 降格が決まると、2007から08シーズンからセリエ A のウディネーゼカルチョへ引き抜かれる。アントニオディナターレやハビを加えられるシモーネ・ペ,ペペなど前線にタレントが揃っていたため、定位置確保には至らなかった。2011年1月にジェノア CFC へレンタル移籍。 2010から11シーズン後半は18試合で10得点を記録した。2012から13シーズンはジャンパオロ・ポッツォがオーナーを務めるもう一つのクラブであるリーガ・エスパニョーラのグラナダ CF へレンタルで移籍したが、冬の移籍期間にウディネーゼへ戻り直後にジェノアへ移籍した。2016年2月1日、US サッソーロカルチョから AC キエーボ・ベローナに ローンで加入した。アルベルト・パロスキの後釜を務め、シーズン終了後には買取義務が履行された。2017年1月20日、セリエ B の FC バーリ1908へレンタルで加入。同年7月13日には再びローンとなることが発表された。2018年9月6日に、セリエ C のカゼルターナ f C への移籍が発表された。 夫人との間に三人の子供があり、2014年3月には、チルクムベスビアーナ鉄道の駅で置き去りにされた、生後感もない男児を養子として引き取った。ゲノア、インアタコアラバマティブス、フローロ、フロレスバールキーボ。ラガゼッタデッドスポーツ。2016年3月10日、閲覧。バリ、フィチャーレイ、エコーフローロフロレス。CALCIOMERCATO.com。 2018年1月6日閲覧。フィチャーレイ、フローロ、フロレスエウンローブアタコントデルバリ。t u t t o m e r c a t o w e b c o m 2 0 1 8年1月6日閲覧。カルスヨーマーケイト経由する棚、フィチャーレイ、あらばフローロフロレス。 www.co rrieredelosport.it.2019 l, l it. に年4月12日閲覧。置き去りにされた赤ん坊を引き取ることにした、サッソール FW、フットボーラーである毎日長屋だ。ヒーローではない QOLY.JP2014 年3月31日。ありがとうございます。